ディアナ・イード・ディー、ハロッツ・イノセント・ビックティムズ、ハロッツド・ディアルファイドは、イギリスの映画プロデューサー。イギリスのデパート、ハロッツ、かつてのフラム FC のオーナーそして、ホテル・リッツ・パリの所有者であるエジプトの億万長者、モハメド・アルファイドの息子であり、また、武器商人アドなんか諸儀の老いにあたる。エジプトのアレキサンドリアで生まれ、スイスの私立寄宿学校オルロゼで学んだ。 映画プロデューサーとして活躍し、炎のランナー、フックなどを制作した。1990年代になって、イギリスのダイアナ元妃と交際し始めたが、同時に彼女を付け狙うパパラッチに追いかけ回される日々が続いた。そして1997年8月31日、ダイアナ元妃と共に、パリでの自動車事故で共に亡くなった。死後。 父のモハメドはドギが死の直前にダイアナと正式に婚約しようとしていたことを暴露し様々な憶測を呼ぶこととなった。ドギの遺体はイギリスサリーのウォーキングにあるブロックウッド墓地に埋葬されたがその後にスコットランドのファイド家が所有する土地に移された。ありがとうございます。